オランウータンと戦うダヤク族の兵ダヤク族は、ボルネオ島に居住するプロトマレー系先住民のうち、イスラム教徒でもマレー人でもない人々の総称である。ダヤクの語源には、田舎者、そやな人を表す部別語であるという説や、内陸の人々、上流の人々を表す、現地語という説がある。関連民族ごとに細分化され、カヤン大ヤクニャーヤク、ヌガジュヤク。 海大役、陸大役などと複合名称として用いられることが多い。日本ではイヴァン族を指して大役と呼称するのが一般的である。これらの民族の文化的類縁関係はフィリピン所属、中央カリマンタン所属、西ボルネオ所属の3群に大別される。大役族は創造神話や二元論的な世界観を共有し、首狩り、アニミズム信仰。 創生など共通した儀礼を有している。森林を中心として生活する彼らは、その制御を、飼料採集を主とするグループと、焼き畑農業を主とする二つのグループに分けられる。また、焼き畑を制御とするグループは、その社会構造や言語、文化からいくつかのサブグループに分けることができる。ボルネオ島の内陸部に居住する飼料採集民族は、 総じてプナン族と呼ばれ、近接する、焼きバタ民であるカヤン族やケニア族と、言語、身体的に関連がある。プナン族のうち、サラワク州に移住した人々は、ペナンと呼ばれる。また、東カリマンタン州には、バサップ、中カリマンタン州には、夫と呼ばれる、プナン系狩猟最終民族がいる。カヤン族は、ボルネオ島中央部、 カヤン川上流のアポカヤン高原に起源を持つ民族で人口の増加により19世紀以降にサラワク州など各地に移住した東カリマンタン州のマハカム川流域に移住した人々はバハウ及びブサンと呼ばれる焼き綿農耕、採集、魚老などを営み重い耳飾りによる耳タブの変容に特徴を持つ世襲制の主張と貴族に統治された総計の 階級社会を持つ。カヤン族の移動後、入り替わりにアポカヤン地域に入ったのが、ケニア族である。東カリマンタン州のイワン側に起源を持つ民族で、カヤン族とケニア族はロングハウスに住むなどの文化的な、禁煙性はあるものの、カヤン族が単質的なのに対し、ケニア族は、バダン族や、レポタウ族など多くの海集団が存在し、言語も多様である。ケニア族は、 第二次世界大戦後にアポカヤン地域地域からカヤン、川下流域などに移住した。アニミズム信仰を持ち、1940年代に独自の宗教である文岩教を起こした。ボルネオ島西部の焼きバタ民であるイバン族は海田役とも呼ばれる。カプアスカワナカ流域を起源に持ち、サラワク州に約50万人、東カリマンタン州に約50万人が居住している。 ツワクと呼ばれるもち米、タピオカ、トウモロコシなどを原料とした酒を製造することで知られる。平等主義的で階級制度を持たず、少人数の直系家族集団を形成して生活を送る。アニメズム振興に伴う首狩りを頻繁に実施していたが、近年は多宗教演の回収が見られる。イバン族と文化的に近い関係にある民族に、 西カリマンタンのカントゥなどがある。文化的な禁煙性はあるが、マレー語を話す人々は、マレー系大学と呼ばれる。また、ボルネオ島西部で、イバン族と、言語、文化的に異なる民族に、陸大学とも呼ばれる、ビダユ族がいる。ビダユ族は、サラワク州最南端のインドネシア国境に近い、丘陵地帯に居住する。首狩りの風習を持ち、 敵の主級を保存するための首道が建築されるなどしていた。近年は狩猟や最終だけの生活ではなく都心へ働きに出るものなどもいる。ボルネオ島南部のバリ島川流域に居住するガジュ族は中カリマンタン州の多数派を形成する民族である。カハヤン川地域で話されるガジュ方言は中カリマンタン州の共通言語となっている。 社会階層は、貴族、平民、奴隷層に分かれているが、カヤンケニア系諸族に比べれば、かなり緩やかである。類似する民族に中カリマンタン州のオットダノム、東カリマンタン州のルアガンなどがある。サバ州東部で、焼き綿農業を営む大ク族は、ドゥスンと呼ばれ、言語的には、フィリピン人に近い関係がある。海州団として、カダザンや、ルグスなどがある。

abcdefghijke、e、の上2線を、p p 2 7 4から279ありがとうございます。